皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。私、元男の子の青木かのんは、あれなんかね、自己紹介と被ってんぞ、おかしいぞ。まあいいや、元男の子の青木かのんは今女になっているけども、性別を男に戻すために女性ホルモンの服用をやめました。あ、嘘ですけどね。めっちゃ早いな、種明かし。あ、でも本当に今、実際に女性ホルモンの服用をやめてるんですよ。で、これはちょっと私の失敗なんですけども、今8月のそのお盆期間中なんですね。で、私は定期的に、まあ、とある病院に行って女性ホルモン剤を処方してもらってるんですけども、あの夏休みに入る前に病院にその薬取りに行くの忘れちゃって、今お盆休みだから病院閉まってるでしょ。もう2週間ぐらい飲めてないんですよ。で、女性ホルモンを、やめちゃうと私みたいな元男の子は危険なんですね。で、今本当にタイムリーで私のこの体にいろいろな異変が起きてきてるんで、ちょっとこれを皆さんに発表していきます。で、ネットとかにいろんな記事が出てると思うんですよ。あの、女性ホルモンやめたらあのこんなことになっちゃいますよみたいな、いろんな記事あると思うんです。で、結構そこに書いてある内容は正しいと思うんですけども、そこに書いてない内容を今回は、お話しします。で、今から私が話すことはあくまで個人的にあの感じたことなんで、これが皆さんに当てはまるかどうかはちょっと私は保証できませんので、よろしくということで、私がまとめた項目は6個ですね。キリ割る6個。今から1つずつ言っていきまーす。まず1つ目、声が低くなる。で、喋ってる声は私今別に変わんないと思うんですよ。じゃなくて私歌歌ってるじゃないですか。で、バンドの活動とかやってて、だんだんとね、張る声がね、出なくなるんですよ。どういうことかっていうと、なんか、男っぽい声になっちゃうのとかではなくて、なんか喉のこの、何?筒みたいなところがなんか腫れてるみたいな、膨張してるからか、なんか声量のある声が出しにくくなるので、それってね、結構私そのたまたまかなと思ったんですけど、実はね、結構前からその、まあ、ホルモン 2,3 日飲むの忘れちゃったりとかして、その時もなんかカラオケ行った時とか全然声出なくなったりして、むしろ女性ホルモンちゃんと規則正しく飲んでる時の声の調子がめっちゃいいんですよね。それはかなり影響してくると思います、声が低くなるでした。あ、でもね、あの女性ホルモンやったからといって声が男から女っぽくなるっていうのは全然あのないです、全く。そこは皆さんあの誤解しないようにお願いします。2つ目、汗が止まらなくなる。あ、まあ、これは結構あるあるなんですよね。あの更年期障害みたいな感じになるんですよ。女性の人もあの生理が終わってあの閉経するとめっちゃあのなんだろう、汗かくじゃないですか。なんかそれと同じで、だから私今閉経してる女の人みたいな、一緒にしちゃいけないと思うんですけども、でも汗がめっちゃ出ます。外とかに出るとなんかね、別に暑くないのにもかかわらずなんか不必要な汗が出てくるみたいな、あの運動して出てくるの汗じゃなくて、なんかもう水分みたいな、多分体温調節いかれちゃってんだろうなって思うんですけども。で、逆にそのちゃんと定期的にホルモンをやってる時はかなり寒がりになります、私の場合は。普通にみんなが寒くないよって言ってるの、私だけもうブル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 震えたりとか。じゃあ3つ目、眠気が襲ってくる。これあの私だけなのかな、あんまり周りの人では聞かないんですけども、女性ホルモン剤をこう今みたいに飲めない期間にこうなってくると、お昼休みに弁当食べて、で5時間目の授業めっちゃなんか眠気が襲ってきません？なんかあんな感じでいきなり来るんですよ。で、朝起きるのもなんか早く起きれないみたいな、なんか低血圧みたいな感じでちゃんと起きれない。これきついですね。あのちゃんと目覚ましとかやっても寝起きがすごい調子悪くなっちゃうと私はそう感じてます。逆を言うと、ちゃんとホルモンを定期的に規則正しくやってるとすごい体がなんか調子よくなるんですよね。不思議ですよね。して4つ目、胸の張りがなくなる。これ胸がしぼむみたいな感じに近いかもしれない。女性ホルモンやると乳腺が張っていって、あの女性と同じように体に成長期を起こして胸が膨らんでいくんですけども、その乳腺が張ってるからその周りに脂肪がついて胸ってこう形成されていくと思うけど、私今なんか胸の張りがなくなっちゃってて、乳腺がちっちゃくこう
なんか収縮し始めてるから、だからまあ多分張りがなくなると思うんですけども、逆を言うとホルモンをきちんとやってると胸がかなり張るっていう感じです。よく言うじゃないですか、その妊婦さんとかってすごい胸がパンパンに張るみたいな、なんかそれと同じです。常にそういう感じが起きてるんですよ、元男の子さんって。5個目、息切れが起きる。私最近毎晩3キロから5キロ走ってるんですけども、ここ最近だんだんと調子悪くなってきちゃって、昨日なんて2キロぐらいでやめちゃいました。きちんとホルモンやってる時はかなりそのすがすがしく走れるっていうか、足取りも軽いみたいな感じなんですけども、なんか体全体がすごい潤滑油みたいな、なんか油の切れた自転車みたいな感じで、もうほんとね不調になります。で、6個目が、これ最後ですね、髪の毛がパサつく。これもうほんと一番目に見えてわかる部分なんで、髪の毛って特にその YouTube とかでこう照明バンバン当てるじゃないですか、だからこういうのがバレちゃうんですよ。なのでかなり必死に今アイロンとヘアオイルとあとヘアスプレーでなんか維持してるって感じで、なんかもうほんとなんかぴょんぴょん切れ毛みたいな起きてきちゃって、跳ねる外跳ねみたいになっちゃって、で雨の日とかになったらもう最悪なんですよね。すごいもう髪の毛がボロボロみたいになっちゃって、やっぱ髪の毛は細くなっていくっていうか弱っていく、その閉経した女性とかもそうじゃないですか、髪の毛がだんだんとこうなんかボリュームなくなっていっちゃうみたいな、もうそういう本当、もう一緒にしちゃいけないと思うんです、失礼かもしれないですけども、でもその病院のお医者さんとかも実際私にそう言ってたんで、だって女性の方でもその生理終わった人で中には女性ホルモン剤をこうなんか治療でやったりする人いますよね、更年期で。いつかね、今見てるこのピチピチの女性の視聴者さんも私と同じように女性ホルモン剤をやる時が来るかもよ。はい、今回は、6つのこの私の異変ポイントをお話しさせていただいたんですけども、なんか誤解されがちなのが、かのんちゃんって女性ホルモン やめちゃったら何男に戻っちゃうのみたいなことを言われるんですけども、これピント合ってる？そう、男に戻ることはないんですよ。なぜかというと、私はもう下のお金玉も取ってるし、ポークインナーも取ってるんで、だってお金玉って男性ホルモンを司る部分じゃないですか。あれを取ることで私の体の中にある男性ホルモンはもうほとんどないんですよ。むしろなんかノーマルのもう本来の元々の女性と同等、もしくはその女性よりも少ない男性ホルモン量。あ、そう、女性でも男性ホルモンは少なからずあるんですよ。だって男性もそうじゃないですか。男性の、この辺の髪の毛って女性ホルモンが作用してるんですよ。だから今見てくださってるイケメンお兄さんたちもこの辺に女性ホルモン働いてますからね。まあそんな感じです。私は別に女性ホルモン やめたところで男には戻らない。ただ汗かきギトギト女になるだけみたいな、なんかそういうぐらいなんで、ご心配なくっていう感じでございます。まあ、皆さんからぜひ、質問等ありましたらどんどん答えていきたいと思いますんで、よかったらコメントとかで思ったことあれば書いちゃってください。ということでこの辺で動画を終わります。最近私あれなんですよ、 TikTok 結構バンバン上げるようにしてきて、あれやばいですね、 TikTok バズるの面白い、結構バズりやすいんですよね、なんか YouTube さんと違って。見てる YouTube さん。でももうちょっとおすすめ欄とかに私の動画表示させてくれてもいいんですよ。 TikTok さんはねおすすめ動画にすごい乗っけてくれるんで気持ちいい。なんか1日で1000人とかフォロワー増えたりとか結構ザラで、これ面白いからなんかやってます。なんかショートムービーみたいな感じで結構載せたりとかするんで、よかったら見てください。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter とインスタと TikTok もやってますんでフォローをお願いします。あとバンドチャンネルもやってますんでチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。